亀石智子6月22日隊は、日本の弁護士。1974年、北海道小樽市生まれ、北海道小樽市を三笹高等学校卒業。1997年東京女子、大学文理学部英米文学科卒業後、札幌市の情報通信会社に入社。2000年、同社を退社。2005年、大阪市立大学法科大学院入学。 2008年、司法試験合格。2009年、大阪弁護士会に弁護士登録。2016年、法律事務所エクラ梅田を開設。2014年、クラブで客にダンスをさせる営業をめぐる、風営法違反事件を担当。この事件は2016年、最高裁判所で無罪が確定した。2017年、裁判所の令状がないにもかかわらず GPS を、 使った警察の捜査について最高裁判所が違法とした刑事裁判で主任弁護人を務めた同判決を違法捜査を抑止する上で画期的な判断と表現しているコメンテーターとしてテレビの情報ワイド番組に多数出演2018年9月27日立憲民主党は翌2019年の参議院議員選挙の 大阪府選挙区で亀井氏を擁立する方針を固めた。選挙戦では356,177票獲得したが、6位で落選した。ありがとうございます。